松行型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選級区分上は PC 型、交渉線形は23メートル型。海上保安庁の23メートル型 PC は、マッカーサー所管による追加建造分も含めて、昭和25年度に大量建造されたは津波型では、国内造船所各社で分担して建造したものの、独立回復後の、死ののめは、いずれも、 隅田川造船と東造船所によって建造されてきた。これに対し、昭和38年度計画では、日立造船が新規に設計した高速巡視艇が建造されることになった。これが本型である。線形をレーズドデッキ型とし、没水部線形を V 型とするのは、昭和33年度計画艇と同様であるが、上記の件より本型は、 戦図から日立造船神奈川工場で新規に設計されている。最大の特徴が船室で、従来の23メートル型 PC が、いずれも木造艇であったのに対し、本型では、外反は台湾ヒノキの二重針だが、肋骨、縦通り材、上甲板、隔壁、上部構造物をアルミニウム合金とする、いわゆるある骨木飛構造を採用した。これにより、 同じ大きさの木造艇と比して、船体重量は約5トンの軽量化となっていた。なお昭和41年度計画艇より、機関室、舵取り機室、全部居住区など底部構造を強化したことから、排水量は3トンの増加となったが、速力にはほとんど影響しなかった。また昭和42年度計画の7番艇より、上部構造と配置を変更し、操舵室に、 海図室を組み入れて高天時の上位運保護を図っていることから、これらを海切り型と区別することもある。指揮官としては、特130トン型 PS 赤木と同型の池外、ベンツメガバイト 820DB ディーゼルエンジンを搭載した。同期は、国産高速ディーゼルエンジンとしては最も、信頼性に優れ実用的であるとされており、25ノットの常用速力を達成した。 またこの期間構成では最低速力が10、ノット近くという高速になってしまうことから、昭和41年度計画の5番手より、スリップ運転装置が導入された。ただしこのスリップ運転装置は、当時の技術では信頼性が十分でなく、実運用上はあまり使われなかったとされている。ありがとうございます。